はい、おはようございます。トミーです。ワンデー、ワンエクササイズの時間です。今日はですね、椅子でも机でもどっちでも大丈夫なんですけど、使ってやっていきます。で、ゴロゴロ、うちだ、ここの部屋だと、ゴロゴロ動く椅子しかないので、動く椅子だと危ないので、ちょっと机を自分は使います。ただ、動かない椅子を持っている方は椅子で大丈夫です。はい。で、この椅子を、机を使っていくんですけど、机に整体をします。腕立て伏せですね。デスクはチェアプッシュアップなんですけど、手を椅子について、机について、机安定してるやつ使ってあげてください。で、そこから腕立て伏せ。ふっ。ふっ。ふっ。OK。はい。で、ポイントは体をできるだけまっすぐ。もちろん自分で自分を確認することはできないので、まっすぐになってるか正確に分かることはできないですけど、イメージだけでもいいので、脳がイメージすると体は反応します。なので、まっすぐを保つっていうイメージを持ってやってあげてください。はい、じゃあですね、4回やろうか。4回一緒にやってみましょう。手の幅は広めの方がいいので、ちょっとさっきのやり方だと狭くなっちゃいます。肩幅の 1.5 とか、それか、まあちょっと広めとかって感じですね。なので、広めで使います。広めで。で、イメージだけでもいいので、体をまっすぐ。はい。じゃあ、4回いきましょう。一緒に。せーの。1、2、3。まっすぐ。シッ。OK。はい、OK。はい。で、人によってはこれ椅子だとより高さが低いのでよりきつくなります。で、まあきつくなったらきつくなったらで全然いいんですけど、なのできついかなっていう人は机でやってあげてください。または壁も使ったりしますね。はい、じゃあ4回を2セット、2セットで十分です。2セットを朝晩やっていきましょう。やってみましょう。はい、はい、ではチャンネル登録お願いします。今日は雨は降らないかな、もう。はい、バイバイ。